じゃあワニさん最後、はい、この2階の特別ルームをちょっと待ってください、ワニさん、これは何すか。もう写真です。なんで自分の証明写真上がってるんですか。余ったから持ってない。有効活用ってことですか。これがこれ分かりやすい、俺の部屋って分かりやすいでしょ。確かにひらがなで書いてあるからです、子供も分かるし、そう。しかもなんかそんなにいい写りしてないですよね。これ実物の方がかっこいいな。もうちょっとなかったんですか、写真。なかった。ちょっと疲れたかもしれない。じゃあちょっとせっかくなんでお邪魔させてください。ワニルーム、わ、え、ワニさん、はい、この部屋寝室じゃないですか。あ、そうです。大丈夫ですか。大丈夫です。なんかないですか、変なもの。ないっす。全部パソコンに入ってるんで。ああ、そうなんですね。じゃあちょっと生き物を、またちょっと新着の生き物たちを見せてもらいたいと思います。そうですね、本の時以降で入ったやつといえば、はい、こちらのアルビノの目が赤いアルビノの、うーわー、白なタイガーサラマンダー。え、こんな白いタイガーサラマンダーいるんですね。いましたね、初めて見た。でも俺も、いや、想像より全然白い。そう、普通のタイガーサラマンダーって模様とか入ってるんですけど、こいつは模様もない真っ白なアルビノですよね。目が本当になんかコーンのブリザードとかみたいな、クリッと、いや可愛い。でも本当顔はめちゃめちゃ可愛い、ね、え、ちなみにこれ、おいくらぐらいしたんですか。20。いやこれなんかだって欲しかった人絶対いっぱいいましたよね。絶対いっぱいでしょ、ね、うん、こんな珍しいの。他にもこの部屋に新着セーターいますか。そうっすね、あとはまあこいつぐらいですね。ん、なんかいます、これ。黒ゴキブリ。え、黒ゴキブリって、このワイルドっていうか、まあうちの、まあ、CB っていうかファームハウス。ワニさんファームで育った。そう、国内 CB の。そうですね。へー、めちゃめちゃ不快ですね、やっぱりこのゴキブリって。いや、こいつマジで俺もキモいと思う。あ、でもやっぱりワニさん CB って言ったら、ファンの方は買ってくれるかもしれない、ね。あ、そうですね、5000円ぐらいちょっと今度の。1匹限定ですか。1匹限定ですね。また今後ね、出てきたらちょっとそれはまた増えるんですけど、在庫が。じゃあちょっと楽しみにしておきたいと思います。ワニさん。はい。これ。はい。かの有名な銀の盾。銀の盾。いいですね、やっぱり嬉しかったですか、これ来た時。いや、これ嬉しいですよ。やっぱり今でもこういう気持ちを忘れずにみたいなのはあるんですか。だいぶ今部屋の隅っこに。そうですよね、だって正面まで行ったら半分も出てないし、ここの、これもかぶってるし。いや、でもやっぱりこのね、盾よりもファンのイラストを大事にしてるって。そうです、そっちの方が嬉しかったですね。やっぱりキングはそういう心優しいところもあるから、人に好かれて YouTube も人気が出て、まあもう本当に僕はね、お金とか考えないんで、視聴者のためにも YouTube やってるんで。そうですよね、はい、そうなんです。最近結構ゴミ拾いしたり、慈善活動も行ってるみたいで。嘘っぽい顔してますね。嘘ではないですよね。誇張してるだけですね。誇張してるだけ。いや、なんかこのプライベート覗いてる感じで楽しいですね。あ、本当ですか。このベッド脇に本置いてあるので、はい、どんな感じの本置いてあるんですか。あ、でもこのチャンネルワニのね、出たワニさんの本。もしも人食いワニに噛まれたって、このワニの研究者の方のね。じゃあ寝る前に結構勉強してる感じなんですね。そうですね、これ勉強の本しかないですよ。これパンク町田さんの動物記とか、がっつり読み物系もあるって感じですね。でそれぐらいしかないんです。で、一番おすすめはどれですかね。そう、これかな。えなこファースト写真集スプレンジャー。え、なんかちょっとガチめですね。何がすっごい有名な AKB とかじゃなくて、え、コスプレイヤーの。違う違う、全然これ違うな、違うな、これクリーンなやつ。クリーンなやつ。内容あんまり見せるのはね、あれかもしれないけど、これ表紙だけ。いや、俺もね、こんな表紙してるから、もう中ももっとすごいのかなと思ったんですよ。はい、全然、中はこんなんじゃない。全部来てんの、ちゃんと。おかしいよ、絶対だろ。ガチ切れじゃないですか。俺これ買った、はい、翌週ぐらいに交際発表してるんですよ。ワニさんって彼女はいるんですよ。いないよ。いたらこの顔変わんねえだろ。